沖諸島の地形図島前、道後島前は、外林山が中央河口球を囲んだ形状をしている。島前、沖諸島は、島根半島の北方を約 50km に位置する島々である。沖郡島、沖島とも呼ばれる。現在は、島根県沖郡に所属している。山陰地方では、今でも沖諸島を指して、沖国と呼ぶ場合がある。沖諸島は、 本州南西部の島根半島の北の日本海、北緯36度付近に位置する。沖諸島は、道後水道を境に島前と島後に分けられる。島前は、島前、三島と呼ばれる千り島、中の島、西の島から構成される群島である。これに対し、道後は一島のみである。島後の面積は、約242平方キロメートルで、日本列島では、 徳之島に次いで大きく、15番目の面積を持つ。主な島は、これら4島だが、付属の小島は、約180を数える。沖諸島の最高峰は、島後の中央やや東側に所在する大満寺山で、山頂の標高は608メートルである。かつてはマニ山と呼称された。島根県は、沖諸島を管轄する沖市町を置いており、市長所在地は、 沖の島町である。人口18,907人、面積3 4 5 9 2キロ平方メートル、人口密度54.7人、軽平方メートル。1963年に、沖諸島のほぼ全域が、大仙沖国立公園に指定された。特に、島前の西の島町に所在する国が海岸は、高さ100メートルから257メートルに達する。 海崖がけが連なった、継承地として知られる。沖諸島の地図沖諸島には、ユーラシア大陸の沿辺であった時代と、島根半島の先端であった時代とがある。同諸島と島根半島の間の水深は70メートルほどで、2万年前の表記には、現在より海面が130メートルほど低下し、半島取りく続きとなっていた。 その後の海面の上昇によって約1万年前に、現在のような離島となった。また、同諸島は、約500万年前に活動した火山でもある。侵食作用によって、火山地形が失われたため、火山としてではなく、第3期の火山岩類として扱われる。島前火山はカルデラを形成しており、その中央加工球が小火山である。 火山の酸生土壌が多いため、沖の薪畑といった原始的農法も近年まで続けられたのである。黒曜石の産地として有名であり、島後より産出される沖変魔岩は日本最古の石として知られる。後鳥羽上皇の沖入るを描いた障壁が沖諸島には、縄文時代の早期か前期までは人が住み着き、本州と活発な交流があった痕跡が、 出土した石器や土器に現れている。古事記では、陰気の三つ五島と記される。日本神は、稲葉の白ウサギに登場し、古代には、沖諸島に、沖国が置かれていた。古くから、御竜の島として知られ、小野高村、友の小は峰、藤原千春、平板すらい、源義、吉近板垣金信、佐々木広綱、後鳥羽上皇、五代五天皇。 アスカイ・タダシ県などが流された。中世には、国府五条の沖氏が、沖市五代として、沖を支配した。沖市五は、出雲の京国氏や天子氏が兼ねたものの、本人が都会した試しはなかった。近世は、はじめ出雲の堀吉や京国氏の、文国であったが、後に、江戸幕府の直轄領にされた。天領の統治は、出雲の松平氏が任された。 江戸時代に入ると、沖は、西回り航路に組み入れられ、北前船の風間地港として繁栄し、日本各地の文化が流入した。とりわけ、沖民謡は、バリエーション豊かである。明治元年には、松江半島沖在住の住民間で、沖騒動と呼ばれる一連の騒動が発生した。得意な民族行事としては、牛好きが知られる。入るされた。 後鳥羽上皇が喜んだという交渉が伝わる日本最古の闘牛である。また沖には古典相撲が伝わっており、神社の遷宮やトンネル観光、校舎の新築など、公共の軽縮事業に伴って、神社や仏教寺院の境内、学校の校庭など至るところで土俵が設置される。なお、沖方言は、雲博多ことに属している。 沖諸島及び海岸から 1km の海域を合わせた673.5平方キロメートルの範囲を沖ユネスコ世界ジオパークとして2009年10月に日本ジオパークネットワークに2013年9月には世界ジオパークネットワークに認定された。これは日本国内では6地域目の認定である。これを受けて島後に所在する沖空港にも 沖世界、ジオパーク空港の名が付された。沖諸島内での主な交通手段として、レンタカー、観光タクシー、観光バス、サイクリング、路線バス、貸切バスが挙げられる。ただし、路線バスは、運行本数が少ない点に注意したい。島前、道後間はフェリー、または高速線レインボージェットで、島全員3島間は、内航線で移動できる。 沖諸島へのフェリー、沖諸島への一般的なアクセス方法は、フェリー、高速船、飛行機の3通りがある。通年運行のフェリーは、約2時間30分で、本州と沖を結ぶ。高速船での所要時間は、約1時間だが、当機は運行していない。航空便については、島後に、沖空港があり、出雲空港と大阪国際空港に、 それぞれ1日1往復の便が運航されている。大阪国際空港発着の便は、下記に機材が大型化される。沖ジオパークに関するカテゴリー、ありがとうございます。